森鴎外の舞姫についてどういう楽しみ方、面白がり方ができるかっていう話をします。こんにちは、ネオ高等遊民でございます。私はね、普段哲学のお話をしてるこのチャンネルなんですけど、時々文学、特に古典名作って言われてる文学のお話とかもしてて、今日はですね、森鴎外、明治のね、文学の話をしたいと思います。で、なんで森鴎外取り上げるかっていうと、僕ブログもやってるんですけど、森鴎外の舞姫のあらすじに結構ね、みんな読んでるんですよ。それで、じゃあ僕動画で自分なりのね、楽しみ方をちょっとお話しした方が皆さんに喜ばれるかなと思って作ってみました。なんであらすじとかはブログに詳しく書いてあるので、概要欄にありますので、そちらをご覧ください。で、楽しみ方に入りますね。まず森鴎外舞姫、何よりも伝えたいのはこれ半分実話なんですよ。実際に主人公豊太郎って名前でエリスっていう女性がいるんですけども、実際に森鴎外もドイツに留学してたし、エリスっていう女性と恋仲になったんですよ。これはね、すごい。よくそんな恥ずかしいこと書けるなって思いませんか？自分が付き合ってた頃の留学して恋した時の思い出を文学にして人にも見せるんですよ。いや、結構痛いでしょ。ツイッターの裏垢を人に見せるよりかきついですよね。実際、自分の日記とか恋人との LINE を公開するに近い感じがありますよね。ほんとね、森鴎外の勇気をまず称えてほしいです。皆さん、よくこんな恥ずかしいことを教えてくれたなと。それの書いたのが明治23年なんですね。舞姫1890年なんですけれども、これが相当早いんですよ。日本の近代文学、今でいう小説っていうのを生まれたのがまず明治時代で、正確に言うとなんか平安時代よね。小説形式とか物語形式ありますけど、近代文学が生まれたのは明治時代で、それも漱石とかが書いたのってだいたい明治40年ぐらいなんですよ。40年代。それを森鴎外は明治23年っていう、もうほぼ20年前に書いたんですよ。これは本当に相当早い。森鴎外の先見性っていうか、文学的な実力っていうか、歴史的意義っていうのはすごいんですよ。だから双葉亭四迷っていうね、文学者がいるんですけど、彼が浮雲っていうのが、これまた明治多分20年代に書いたんですけど、その浮雲と舞姫っていうのが明治の近代文学の一番最初の出発点の2作になったって言われてるんです。だから舞姫っていうのは国語の教科書にも載ってるし、重要な作品だって言われてるんです。これで重要な作品だって意味は分かったかなと思います。で、実話の話なんですけれども、豊太郎はエリスを結局見捨てますよね。最後に職業かエリスかっていうのを二択を迫られて職業を選ぶんですけども、森鴎外自身もそういう二択を迫られたんですよ。森鴎外どうしたか、どうしたと思いますか？森鴎外はどっちを選んだのか。森鴎外も捨てたんじゃないのって思いますよね。実は違うんですよ。森鴎外なんと、いや、もう俺は職業なんか失ってもいいと、俺はエリスだと。森鴎外は軍医、お医者さんだったんですけどね、軍隊に使える、もうそんな職業俺はもうやめてやると、貧乏暮らしでも何でもしてやると、俺はエリスと共に生きていくんだと、それが明治時代の人間としてのあり方なんだと、そんな家とかね、慣習とか政府とかにお上に縛られる必要はないんだと、それが文明開化なんだとここは別に言ってないですけど、そういう感じで森鴎外はエリスを日本に連れて帰ってきたんですよ。すごいですよね。当時国際結婚なんてありえなかったわけですよ。それをもう日本に連れて帰る、自分の職業を失うって分かってるのに、俺はエリスと一緒になるんだって言ったんですよ。ただちょっと森鴎外って思うところがあるんですけど、森鴎外先に帰ってくるんですよ。同時に船に乗ることができなかったんで、森鴎外が一足先に帰ってくるんですよ。で、その時は政府の留学の給付が出てるんで、一等席っていうか、今で言うとグリーン車とかファーストクラスみたいなので帰ってきたんですよ。エリスは別に誰もお金出してくれないわけですよね。だから森鴎外はエリスをエコノミークラスみたいなのにちょっと乗せるんですよね。まあ実際ね、昔の船ですからね、エコノミークラスなんかもう昔のエリスの乗った船に比べれば天国ですよ。もうほんと LCC の狭いところで、もうぎゅうぎゅう満員で周り全員太ってるおじさんみたいな、そういうレベルだと思ってください。 LCC でもう何ヶ月も辛いわLCC1 ヶ月乗るとか辛いわっていう感じなんですよ。だからそこはんって思うんですけど、まあ仕方ないかなと、お金もないですしね。で、日本にねやってきた、エリスが遅れてやってきたと。鴎外さん、本名は林太郎っていうから林太郎さんとか林ちゃんとか言われてるんですかね。で、森鴎外はエリスと結婚するって言って来たわけですよね。で、お母さんに話した、自分のお母さんに、俺はもうドイツでエリスっていうこと出会って俺は結婚するんだって言ったんですよ。そしたらお母さん、ダメっ
って言ったんですね。まあもちろんね、当時日本の国際結婚っていうのがもうなかったから、それはダメって言いますよ。しかも職も失うし、それはお母さんダメって言いますよね。で、森鴎外どうしたか。諦めたんですよ。もう一回言います。森鴎外、お母さんにダメと言われて諦めたんです。ってなりますよね。森鴎外さすがにそれは引くわと思いましたね。っていう話があるとかないとかっていう風に言われてます。森鴎外ね、ひどくないですか。もしこの話が本当だったら、豊太郎なんて目じゃないくらい森鴎外クズですよね。だってわざわざ日本に呼び寄せてるんですよ、エリスを。それでお母さんにダメって言われたくらいだ、はあそうですかって諦めるくらいだったら、もうそんなん想定できてるわけじゃないですか。それなのに実際日本に連れてきて、いざダメって言われたら諦めるとか、何考えてんだって話ですよね。その後ね、エリスはもうドイツに帰って別の人と結婚して、寂しいっていうのは僕の主観ですけど、寂しそうな人生を送ったとか、そのエリスのね、お孫さんとか息子さんとかがいるんですけど、母は日本については一切語らなかったみたいな話をしてるとかしてないとかっていう話もあるんですよ。だからね、この辺ちょっと僕は森鴎外は豊太郎よりも圧倒的にクズだと思っております。さあどうでしょうか。ぜひねコメントで今の話本当か嘘かどうかもちょっと怪しい線があるんですけど、だいぶネオコートユーミン脚色した可能性もありますから、ぜひとも感想を聞かせてください。そんな感じでね、実際に森鴎外の半分実話と豊太郎のを比べると結構面白いんじゃないかなと思います。舞姫はね薄い本なんですけど、ちょっと文体が難しいですよね。古文みたいな感じで、それはゆっくり読めばそんな難しいこと書いてないから、普通の小説みたいにエンタメ小説、まあ芥川賞は違うけど、ドラマ化されるようなエンタメ小説に比べたらそれ読みにくい、それは間違いない。でもその代わり薄い。だからゆっくりボソボソ声に出しながらでもいいから、小さめに音読したりするとちょっとだけ読めるかな。頭でね、ああわかんないなって時はね、口にボソボソ言いながらするともう強制的に読むから、こうわかんない文章読んでるとすぐこうぼーっとしちゃうんだけど、声に出して読んでればとりあえずそこは読めるから、それでやってゆっくり読んでいけば割と楽しめる物語です。で、豊太郎と森鴎外を比較したり、自分が豊太郎だったら職を選ぶか恋人を選ぶかどっちにするかなと、要するに恋人と付き合ったら今の職業を失う、お金を失うみたいなね、そういう中でどうするかっていうことを考えてみたらいいかなと思います。今高校生とか大学生の学生の方ですねは、まだちょっとね職業をクビになると恋愛っていうことの比較っていうのがいまいちピンとこないと思うんですけど、例えばこの子と付き合ったら退学になると退学になってもうひどい不良校に行かなきゃいけなくなると、でしかも学費もバカ高いみたいなね、そういうね学費バカ高い上に偏差値超低い高校とか大学に転校しなきゃいけなくなると、その恋人と付き合うと、それでも恋人と付き合うことを選ぶかっていう話ですね。そういうことを考えてみてほしいですね。こういう読み方って今だけじゃなくて5年後10年後読んだら絶対感想が変わるんですよ。それがね小説とか本の面白いところなんですよね。だからそこを例えば今高校生の方だったら、大学生4年生ぐらいになって読んだらまた違うし、社会人になってね2年目3年目とか25歳ぐらいで読んだらまた違う感想が出てくると思います。それがね本とかのいいところ。漫画、アニメ、映画全部同じですね。物は変わらないけど自分が変わってるから感じ取るものも違ってくるし、もっと豊かなものを取り出してくることができる。だから小説も漫画とかアニメとか映画と同じような感覚で読んでほしい。全然難しく考えなくていいし、小説を読んでるのが立派とか偉いっていうこともない。本当に漫画が楽しいように小説も楽しく読んでほしいなと思います。そんなところが舞姫の面白がり方ですね。ネオ高等ユーミンからした、ぜひとも舞姫この機会にもう一度読んだりしてみてください。今回の動画は以上です。役に立ったとか面白かったとか、森林太郎クズとかって思ってくれた方はぜひともいいねをお願いします。普段哲学 T シャツ着てますけど、哲学の話とかこういう文学の話をしてるチャンネルなので、よかったらチャンネル登録もお願いします。あとは感想ね、コメントは名前出るから嫌だって人は概要欄にマシュマロっていうね質問箱があって、これ登録不要で匿名で使えますので、ぜひともそちらも利用して、まあ、ネオ高等ユーミンに感想とかください。そうすると喜びますので。ということで今回の動画は以上です。舞姫の動画でした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。それではごきげんよう、さようなら。